土場は木材や土木資材の集積場。ここでは木材が消費者に向けて搬出される途中で一時的に集積する場所としての土場を扱う。津軽森林鉄道の土場木材の土場は山土場と中間土場に大別できる。山土場は山本の伐採現場で丸太を一定の長さにカットした後に作業道または林道を使って引き出してきた木材を 盆積する小さな集積場であり、山中のため木材の品質に着目した仕分けは行われない。山戸場に集められた木材はトレーラーで原木市場や大口の需要下へ送られる。中間戸場は山戸場から需要地までの距離が長い場合、複数の戸場からの輸送路の接点に設けられることがあるものである。比較的広いスペースで山戸場から送られてきた集積。 木材を選別することで、樹種や、景球、長さ等によって複雑な仕分けを行う。積み下ろしのコストはかかるが、仕分けにより付加価値をつけることができる。流通のコーディネーターとして、双方の受給の情報交換を行い、木材流通の交通整理を行う役割を担う。かつては木材を鉄道で輸送するために、 鉄道駅構内などに作られる大型の土場を最終土場と表現したこともあったが、鉄道輸送が衰退すると中間土場と最終土場の使い分けは曖昧になった。土場の中でも施設の管理した長期貯木を行う土場を貯木場と呼ぶ。中外や近外の防除、品質向上のための乾燥を行うために水中に貯木することもあり、 大正基地に近い海や川口付近に設置されることもある。東京都の木場や新木場は諸木場に由来する地名である。ありがとうございます。